どうも、忘れたのです。どうも、忘れたのです。ひろまるです。ぬいりんです。はい、というわけで、はい、なんと今日はですね、はい、最近、すさまじい勢いでね、払っている、飛ぶ鳥を落とす勢い。32さんとのコラボです。4分の3しちゃった。シワ30。シワ30、そういうことか。シワ30。あ、そういうことか。今回、やりたい企画が、はい、出会って5秒で初対面コラボということで、私どんな人かも知らんないけど。それは予習してこいよ、お前。いや、違う。俺らが喋りかけた時の反応は予想できんから、ちょっと俺今日ビビってるよね、結構。結構ビビってる。ビビってるけど、俺服装だけはホワイトっぽくしたって思ってる。確かに、思った。3年前の盗まれボンドやから、これ。いや、俺これホワイトのために買ったから。おじさんいい人だよ感出そうかなと着ぐるみで金を買うそうそうそうピラマルホワイトいそうやでもホワイトさんは共に仲良くなりたいっていう気持ちがすごいおーそれはあるお近づきになりたいお近づきになりたいですちょっとはいここがヌエリンガチで緊張してるやんヌエリンガチで緊張してるやんヌエリン今どういう感じ心境なのちなみにいやもうなんかどうしよう何も考えられないああヌみたいなところまで来てますヌエリンの回ちょっとこれもうヌエリンの回事故るぞこれ言ったっけど YouTube で言うと多分ヌエリンの方がないからなあ確かに確かにそうか普通の YouTuber はもう危機としてコラボするわけうん俺ら何これ確かにコラボしたいじゃないやコラボのなんか空気感じゃないコラボしたいじゃない確かにこれ何注射やと思ってんのコラボえいや今溜め込んでるんですパーあーそうそうコラボの時にぶちかますあぶちかますそうだね無理に多分結局できるねん結局できるぞできるぞお前はできる何やかんだねまあねじゃあみんなではい駆け抜けましょうはいハロネンチームファイヤーファイヤーちょっと分からないはい、いきます3、2、1はい、はい、ということでね初対面だからもう、はい、関西人お互い関西人なんでこいつ以外は確かに、うん、そう俺だけ仲間外れしないで関西人パワーをもう生かして、うん、もう誰とでも仲良くなれることをちょっとここで証明しましょうよおいしょやっちゃおうまあね今回最初若葉と太田派とアミカねはい、ちょっと意気込みみたいなのを聞きましょうかこっちで関西人としての共通点を最大限に生かしたいと思いますよいしょいいねいい意気込みだってどういう企画が来るか分からないその企画の相性次第でもしかしたら今回だいぶ変わってくるんでどれだけ乗れるかよマジかなぜアミカはちょっと勉強系の企画じゃなければ楽しくて逆に逆にじゃあやっていただきましょう早速はい、というわけでチーム花尾です片手に YouTube6 年やってきてないんでうまいことやっていけたらなと思いますうわ緊張するえカメラ映ってるもんガチ音はガチで何も喋れんくなる気するいやなんか緊張してきた知らない人の声がするってだけでなそう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 するいやまあ分かるこっくるまとかないかだけだけすごいですね私が持ってきたあの虫のやつで遊んでくれてますくれてますそれでは行きたいと思います。3、2、1。あ、ただいまー。あ、おえー。おえ。おえ。出た。出た。これちょっとやばい。これいや俺この時ちょっとどうしようかな。もう空回りしてるわ。いや。いい感じがいいよ。うん。え、ちょっとね、チーム名、忘れてもうた。あ、何やったっけ、チーム名、チーム名。コンポタージュエンジンとかじゃなくて。コンポタージュエンジン？うん。それだと思ってたの、違うチーム。花、神、おばば。花神おばば。来ました。おばば。花神おばば。じゃあ行くよ。はい。We are the
あ、そうですよ、48の方で行くのね。48の方で行くのね。We あ We やばい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 これやばい We are チーンじゃん。チーンチーンか。チーン花神やもんね。あー思い出した思い出した。せーの、 We are チーン。花神おばばの花尾です。花神おばばの神です。花岡おばおい、噛むんじゃん。噛むんやねん。なんでお前の名前言ってよ。鼻噛んでんのにそこも噛むなよ。言葉すぞお前。噛むなわもう。大丈夫かな。大丈夫今の空気からちょっと耐えてんの俺これ。笑わな俺。はい、じゃあ今日の企画ですよ。はい、今日やりたい企画はアミカをさらえイエステッドゲーム。イエスセットっていうね、メンタリズムのやつがあるんですよ。ほうほうほう。あの、はいで答えられる質問をいっぱいしたら、あノリではい、はいって言っちゃうっていう。あー、なるほどなるほど。あるんですよ。なるほど。で、で、なんだっけ、ルール忘れたけど、はいはいはい。グダグダのグダグダよ、これ、ほんまに。はいで答えられる質問をリズムに乗せてやります、うんうん、はい。今日は晴れ、はい、はい、髪切った、はい、うんちした、はい、あさてした。そんな感じで、ね、これでどさくさに紛れてこうデート行こう。なんかいい家もありなんですか。これはでもデート行こうの時だけはやっぱいい家って言わなかったんですよ。あーそういうことか。デート行く時だけはいい家やな。そやな。おーだけ判断しなきゃなんだよね。面白い。じゃあ行くよ。はい、じゃあ行くよ。わがままから始まる、イエーイ、イエステッドゲーム、イエーイ、ポンポン。焼肉行こう。イエ、オドハのこと好き？いえ。お風呂入った？はい。動物園行こう？いえ。トイレットペーパーダブルロール派？はい。待って待って。パンパンの、そう、パンパンの間にトイレットペーパーダブルロール派。あ、シングル派。めちゃくちゃ早い。入れるやつにして。はい以外もちょっと答えていきますわ、じゃあ。おお。おお素晴らしい。勝ち上げていく。返しますよ。シングル派。イエスセット。ゲー。イエーイ。服買いに行こう。いえ。ドア好き？はい。窓好き？え、ドア派。ドア派。窓とか。ドア派とか何派とか。ドア派ですか？はい、家にして。ドア派か窓派で結構考えたりするんです。考えますね、やっぱり。けど、やっぱドアの方です。お前。イエスセット、ゲーム！イエーイ！レンガさん好き？いえ。あー！シンプルに悪口や、これ。あー！これはだって、はい、ペンガさん好き？いえ。おい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 おマザんなお前。混ぜるのは危険やん。オッケー。でもそれ、やっぱ印象悪くなっちゃうから。もしこれ天眼さん好きで入ってて襲われに来たの。それは。それは来たらそれで面白い。それはそれでも。次の企画は花神おばばの歌うたいバラッドゲーム。このゲームは。48っていうグループ YouTuber がいるんやけど、あの YouTuber がやってた、なんかリレーしちゃっていくみたいなのあるんで、はいはい、それはまあやろう、イエーイ。あ、そう、かぶらず、はい、曲なんですけど、はい、レンゲでいきたいと思います。はい、あー、なるほど。あ、ちょうちょうちょう、強くなれる理由を知った僕を連れて進め、うん、あ、進め、みんなで言いますよ。あー、なるほど。そう、まあ、みんなでバラバラにカブラズに行きましょう。なるほど。難しい。これ終わらへんね、俺なかなか。なるほど。いくよ。はい。いくよ。はい。ワン、ツー、サン、はい。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。一発でいけちゃう、これ。すごい。連れて、連れて。
クソやったけど。何これ。あれ、すごい俺らの絆やわ。仲良すぎておんなよ、これ。天才俺や。いくよ。じゃあみんな明日また見てね。せーの。バイバイピーン。おはようございます。はじめまして。はじめまして。はじめまして。おと申します。アミカと申します。若葉と申します。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた。はい。またなんか、またなんか終わった。またご飯でも行きましょう。いつもコラボ動画はね、花尾さんと念願さんが確実にいるっていう前提で撮ってるので、めちゃくちゃやっぱ心細いですね。じゃあ、今も大丈夫です。はい。行ってきます。じゃあそろそろ始めます。はい、ちょっとあの飯田プレゼントといいますか、僕からの、あ、ちょっと練習やばいこれ、これやばいな、緊張する。開けたいと思います。ウィーッサー、さあ、溶け込めるか。ちのえびさ、俺ら3ヶ月ぐらい一緒におるやん。そうやな、3ヶ月。ちょっと俺そろそろちょっと気持ち強い。告白でもするんで。俺、プレゼント持ってきたよ。お、俺ら3ヶ月ぐらい一緒におるやん。私、俺の気持ち。いや、その虫の癖なに。やめとけ。はい、やってみようと。あー、数字6かな。あ、分かる気がするんだ。どう分かんねん。なんとなく6。なんか6。なんかどういう6。じゃあ54。あ、54。6どこ行って、6どこ行って、48+6。なんで足した、なんで足した、なんで足した、なんで足す必要なの。じゃあ54でいきましょう。54。いい。今ちょっとなんかホスト2人に遊んでもらってるみたいな。ノエリンがホストには絶対見えへんな、これ。せーの、コバツン、エブシー、ノエリン、アマリさん、俺たち、フェンディー、フォー。今回はですね、おっと、皆さんに、はい、質問攻めコーナー。よいしょー、いいとこついていかん。じゃあ54問やっていこうか。よっしゃー、コバツン。今のとこめっちゃいい感じやって、いい感じ、いい感じ、いい感じ、形になってきたから。どうしよう、ちょっとアイテムを持ってきました。ノエビどうしたの。いやちょっと待って、ちょっと待ってそれは、人はこれを食べながら質問コーナーやってもらおうかな。でけえな、でけえ、こんな焼きそばぐらいノーリアクションで食えない。ちょろいちょろい。いやでもちょっとおまけのデスやばい、牛乳も食べ、こいつ攻めてくんな、お前。この相手にこの企画は仲良くないとできないよ、確かに。いや、初対面のこの企画なんかできない。それではやっていきたいと思います。よし、はい、準備できました。でもこれなんか見た目は、見た目美味しそう、匂いも普通の焼きそば。じゃあ僕こんぐらい食べますよ。おお、おとなしい、おとなしい、カラーの祝いできるんです。あ、じゃあこれも全然。ちょっと彩り。あの、ドエス。これはじゃあ俺らの顔の表情でどんぐらい入れてもらえるか。ああ、もう笑顔でいくか、笑かしにいくか。いきます。はい。最悪。あんまそうやったかい。やった、あかん顔した。ホットドッグにかけてもらえるよ。迅速。ありがとうございます。私のやつも好きにかけてくださって、もう任せます。いや、責任感やばい。どうぞどうぞ。じゃあ、よし。おいおいおい、ナイピーがかけていいよっていうのって、いや、すっごく頼んだのに、なんかそれなかった、それいただきたいと思います。
な、うん、月収いくら？おいおい、それはご法度じゃねえか、あの前に。これおかしいんだな、この絵面が。やっとる質問内容入ってこへん。質問していきますね。はい、はい、今の感想を教えてください。ぶっちゃけ、はよ終わりたい。素直素直もう終わらせてくれ。あーちょっと待って、完璧。練乳あります。あーあー練乳リップ、うん、大丈夫。何してんの、何してんの。いや、ほんまにけど、つけた方がいいかも。練乳リップ、練乳リップ。そんな見た方がいいわ。ダメ、汚い、汚い、汚い、あいつ。ここで汚い言うと、あかん。無理やねん、頑張ってるよ。まあ、辛さという、結局辛さという共通の敵を置くことによって、なるほど、一致団結するっていう。あ、そういうやり方ね。誰か一人でも、お皿の中のもの全部食べ終わったら終わり。これ、俺、昔で、俺一番多分、嘘。俺、ノイピーと組めたこと、俺本当に幸せやと思う。いいよ。マジでノイピーありがとう。おい、あ、あ、あ、ほほ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 ほ。うわ、えぐ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 。おお、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 すいません、皆さん、まさかの一人が焼きそばを食べ過ぎて亡くなってしまったことを本当に後悔しております。今日をもって54解散したいと思います。はい、はい、皆さん今まで応援本当にありがとうございました。ありがとうございました。解散、解散するの。ああ、楽しい。あの最初の意見はめっちゃ良かったのに、後半の掃除感がいけんな。最後ここ終わったな、もうみんな言えたのに。本当にありがとうございます。助かりました。もう出ているな。今どういう心境地なんですか。もうでもやってやるぞ。オッケー。のみですね。オッケー。はい。ブラ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 。うるさ。宴会みたいな。部長のなんか還暦お祝いみたいな。これやばいじゃん。やばい。一人だけ若さが違うのよ。5秒で答えろ。全員タコ紹介。紹介ね、自己紹介じゃなくて、はいはいはい、他の人を紹介するってこと。そんなん得意得意でしょ。でも俺ら半年以上一緒にいるんやったら、はい、相手の紹介ポイント絶対出てくる。うわ、出てきすぎと困るな。出てくる、出てくる、任せて任せて。タコ紹介やから別に悪いところ言ってもいいわけ。あー、逆に言う、逆に言うと、じゃあ俺から始まる。イエーイ、タコ紹介ゲーム、イエーイ。ホストにいそう、夜はギャップ過ごそう。が強いね、ジャニーズでは、あの、ジャニーズやめそう。ジャニーズやめそう。髪色と同じ勢いで男変えそう。意外とピュア。芸人に言いそう。実は数学できる。え、実は一途そう。食品10万。食品10万。食品10万。確かに思った。確かに思った。褒めるラインが分からない。食費がや、食費や、食費、食費めっちゃ食べてるとか。よく言った。よく言った。やめや。じゃあ、だからそのあたりで一旦俺らのグループ名決めへん。男女2人コンビなんで、うん、やっぱやらしい企画とかも今後やっぱ増えたりしてくると思うんですよ。はいはい、まあ、結構大人向けも結構いけるように、はいはいはい、まあまあアダルティキッズ、アダルティキッズ、子供向けでも大人向けでもあるよっていう。いくよ、はい、アダルティキッズ。女の子のお悩み担当ゼンガ、イケメン担当太郎社長。あ、やばい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 、ガナレかわいい担当、派手担当、えぇー、狙ってました、狙ってました。みんな今鼻血ダラダラよくて、かわいすぎて止まってないね、鼻血がね。俺の顔でなんじゃもんじゃ、デンジャガンジャゲーム。なんじゃもんじゃゲームね、や
ったことあります。あ、もちろん。名前ありますか。名前をつけて。はい、それが、あの、僕ってだけです。あ、なるほど。僕の顔で、全部僕の顔。なるほど。あのさ、めちゃくちゃ企画化しちゃうよ。うん、めっちゃおもろそう。えんちゃんか行こう。私から行きますか。はい、じゃあ、名前つけさせていただきます。そういう趣味のやつ。そういう趣味のやつ。そういう趣味のやつ。じゃあ、行きますよ。はい。はい。どんぐり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 。かわいらしい。かわいらしい。じゃあ、行きます。そういう趣味のやつ。おー。小太郎ちゃん。小太郎ちゃん、うわ。ん？え？どこ？消費期限切れパイナップル。なんで消費期限切れ？いや、長いわ。うわ、バレンタイン。バレンタイン。消費期限切れのパイナップル。おー、早い。早いね。早っ。ちょっと待って、あの、消費期限切れパイナップルって言われるのしちゃうわ。ちょっとね、見なさない。ちょっとあの、なんでそんな言われてんだろ、俺。なんかこの、形っていうか、こう、キューってきて、ポコポコっていう。キュー、あ、そういうことね。え？どういう表情なんそれ。どういう。賢者。こちら、賢者になります。これこちら賢者です。賢者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 だ。なるほどなるほど。賢者モード3日目。賢者モード3日目。さすがアダルティキッズ。アダルティアダルティキッズやから。俺たち程よい。俺たち程よくアダルティ。子供が見ても大丈夫なぐらいのアダルティさ。安静やからね。賢者。そういうそういうやつ。ほい。あ、マチコンで生きてるやつ。マチコンで生きてるやつ。つまり後で俺ら土下座すなあかんね。パイナップル。パイナップル。これ消費期限切れのパイナップル。おお。じゃあ、夏一これほんまに大事なやつ。はい。ラス1に出たことないやつ。新しいやつ出る。一人一人言って一番っぽい人がもらえません。あ、そうやな。ああ、これはこれ殺人前夜。これ川辺の石ころ。川辺の、あの、平川辺のわしのこと今川辺の石ころ言うか今。賢者2。だからちょっと待って、だからちょっと待って、賢者2って何。1とか2とかつけるゲームじゃないよ。野球部の補欠。いや、補欠っぽいな。これも野球部の補欠。なんか悪口ばっか言われて負けて、なんか何もええことないわ俺。悪口。愛を込めてみた。愛を込めてた。愛を込めてた。これがアダルティーキーズ。バイバイ。どうも、はじめまして。ごめんなさい。お疲れ様でーす。ここからね、投票に入って、ま、自分以外の、ま、残り2チームに1票入れてください。はいはい、うわー、難しいな。はい、これでも、これほんまでもな、もう全員に正直で賛辞をね、たたえたいけどね。玉入れ方式じゃいきますか。オッケーオッケー。1つ目ピッ、アダルティーキッズ。2枚目アダルティーキッズ。はなかみばば。フィフティーフォー。はなかみばば。フィフティーフォー。やばいやばい。すごいな。なんかもうこの時点で満足。もうマジでフィフティーフォー。アダルティーキッズ。次はアダルティーよし。アダルティーアダルティーキッズ。ありがとうございます。なんで勝ちたかわからん。めっちゃドライ。鬼そっけない。はい、というわけで、まあ、ここはめっちゃ仲良くなって、まあ、ここもまあまあ仲良くなって、ここはちょっとね、まあ、まあちょっと、まあまあ、そんな終わり方でいいよ。そんな終わり方でいいっすか。そんな終わり方でいいっすか。俺だって嫌だよ、ほんまに。嬉しい、俺だって。俺らの中ではナンバーワンだぞ、これ。じゃあ、
今日の動画は終わります。さよなら。